今回のテーマはファイルシステム。おはようございます、マサルです。今回はソフトウェアの分野からファイルシステムについて一緒に勉強します。それでは始めましょう。令和4年春、問い90。ディレクトリまたはファイルがノードに対応する基構造で表現できるファイルシステムがある。ルートディレクトリを根として図のように表現したとき、中間ノードである節および末端ノードである葉に対応するものの組み合わせとして最も適切なものはどれか。ここで空のディレクトリを許すものとする。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はあの組み合わせが最も適切です。それでは解説していきます。ファイルとはデータを一つの塊として記録したものです。そしてそのファイルを管理するシステムがファイルシステムです。ファイルシステムを構成する要素の一つにディレクトリがあります。ディレクトリというと難しく感じますが、フォルダのことだと思ってください。ディレクトリとはファイルを格納する場所のことを言います。今回の問題では基構造のファイルシステムになっています。基構造とは別名ツリー構造、階層構造といわれるファイルシステムの一つです。枝分かれしている木が逆さまになっているような形で、根からどんどん枝が伸びているような構造になっています。そしてこの一番最初に存在するディレクトリのことをルートディレクトリと言います。では問題を見てみましょう。今回はこの図の節と葉に対応する組み合わせを選択する問題です。先ほどお伝えしたようにファイルとはデータの塊です。ディレクトリはフォルダーのようなものでファイルを格納することができます。まず一番上のルートディレクトリはディレクトリなのでデータを格納することができています。ルートディレクトリの中に節と葉が格納されています。まずは節が何なのかを考えてみると、節の下に葉が2つありますよね。つまりこの節の中には何かしらのデータが格納されているということになります。よって節はデータを格納できるディレクトリだと判断することができます。この時点で選択肢は節がディレクトリであるあと「い」に絞ることができます。では次に葉について考えていきましょう。ここで注意したいのは問題文の空のディレクトリを許すものとするという文言です。つまり何も入れないディレクトリが存在する可能性があるということです。そうなるとこのように一部の葉にディレクトリが存在する可能性があります。つまり見かけ上では葉の下に何も存在しない、すべてファイルのように見えていますが、実は空のディレクトリがあってまだディレクトリの中にファイルが存在していないだけの状態があり得るということです。よって正解はあの選択肢、葉はディレクトリまたはファイルが適切だと判断することができます。では問題を見直してみましょう。ディレクトリまたはファイルがノードに対応する基構造で表現できるファイルシステムがある。ルートディレクトリを根として図のように表現したとき、中間ノードである節および末端ノードである葉に対応するものの組み合わせとして最も適切なものはどれか。ここで空のディレクトリを許すものとする。正解はあの選択肢です。問題文の空のディレクトリを許すものとするという部分に気がつけるかがポイントです。問題文はしっかり読むようにしましょう。次の問題です。令和元年秋、問い83。ファイルの階層構造に関する次の記述中の A、B に入れる軸の適切な組み合わせはどれか。階層型ファイルシステムにおいて最上位の階層のディレクトリを A ディレクトリという。ファイルの指定方法としてカレントディレクトリを起点として目的のファイルまでの全てのパスを記述する方法と、ルートディレクトリを起点として目的のファイルまでの全てのパスを記述する方法がある。
ルートディレクトリを起点としたファイルの指定方法を B パス指定という。あ、い、う、え、適切な組み合わせはどれでしょうか。それでは正解の発表です。正解はうの組み合わせが適切な組み合わせです。それでは解説します。この問題は階層型ファイルシステムとありますが、先ほど勉強した機構造と一緒だと思ってください。このようにルートディレクトリを頂点としていくつかの階層が存在します。今回の例ではルートディレクトリにファイル A とディレクトリ1、ディレクトリ1にはファイル A とファイル B が格納されているとします。ここでユーザーがファイルシステムにファイル A をくださいと要求したとします。そうするとファイルシステムではルートディレクトリに格納しているファイル A なのか、ディレクトリ1の中にあるファイル A なのか判断することができなくなってしまいます。なのでユーザーは目的のファイルが何のファイルなのか、パスを含めて指定します。絶対パスと言われる方法ではルートディレクトリを起点としてファイルの場所を伝えます。例えばルートディレクトリの中にあるファイル A をくださいと指定すれば、このファイルを指定することができます。一方ディレクトリ1の中にあるファイル A を指定したい場合は、ルートディレクトリの下にあるディレクトリ1の中にあるファイル A をください、このように指定します。ルートディレクトリを起点としてどこにあるファイルなのかを指定すれば、ファイルシステムでもどのファイルなのかを明確に判断することができるようになります。このようにルートディレクトリを起点として目的のファイルまでの全てのパスを記述する方法のことを絶対パス指定と言います。一方カレントディレクトリを起点として目的のファイルまでの全てのパスを記述する方法は相対パス指定と言います。相対パスでは現在のディレクトリ、つまりカレントディレクトリから目的のファイルまでのパスを指定します。例えばディレクトリ1でユーザーが作業している場合、相対パスでファイル A を指定すると現在のディレクトリがディレクトリ1なので、ファイル A をくださいと指定するだけでファイルシステムはこのファイル A だと判断することができるようになります。では問題を見直しましょう。ファイルの階層構造に関する次の記述中の A、B に入れる軸の適切な組み合わせはどれか。階層型ファイルシステムにおいて最上位の階層のディレクトリを A ディレクトリという。ファイルの指定方法としてカレントディレクトリを起点として目的のファイルまでの全てのパスを記述する方法と、ルートディレクトリを起点として目的のファイルまでの全てのパスを記述する方法がある。ルートディレクトリを起点としたファイルの指定方法を B パス指定という。正解はうの組み合わせが適切な組み合わせです。ここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回はフォルダとディレクトリの呼び方の違いについてお話ししたいと思います。今回ファイルシステムではファイルを格納するものをディレクトリと言いますと説明しました。しかし一般的にはファイルを格納するものをフォルダということの方が多いですよね。どちらが正しい呼び方なのか気になる方もいるかもしれませんが、呼び方はどちらでも大丈夫です。ディレクトリと呼ぶ場合は主に文字入力でファイル操作を行う場合に使われます。サーバーの管理を行う場合はこのような文字の画面で管理することが多いです。文字入力でファイル操作を行う場合はファイルの入れ物のことをディレクトリということが多いです。一方一般的にパソコンを利用するときにはマウスなどを使って視覚的にファイルの操作を行います。このような場合はフォルダということが多いです。フォルダとディレクトリという言葉の使い分けはその状況に応じて使い分けられるといいですよね。それでは最後に復習です。令和4年春問90。ディレクトリまたはファイルがノードに対応する機構造で表現できるファイルシステムがある。ルートディレクトリを根として図のように表現したとき、中間ノードである節および末端ノードである葉に対応するものの組み合わせとして最も適切なものはどれか。
ここで空のディレクトリーを許すものとする。正解はあ、節がディレクトリー、葉はディレクトリーまたはファイルです。次の問題、令和元年秋問い83、ファイルの階層構造に関する次の記述中の A、B に入れる軸の適切な組み合わせはどれか。階層型ファイルシステムにおいて最上位の階層のディレクトリーを A ディレクトリーという。ファイルの指定方法としてカレントディレクトリーを起点として目的のファイルまでの全てのパスを記述する方法と、ルートディレクトリーを起点として目的のファイルまでの全てのパスを記述する方法がある。ルートディレクトリーを起点としたファイルの指定方法を B パス指定という。正解はう、空欄 A がルート、空欄 B が絶対です。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。最近のイベントは記載している通りです。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。